はい、それでは今回は、ランニングページ作成後にやってほしい作業として、サンクスページですね。無料オファー、まあ、リード獲得ページの方のサンクスページ、サンクスページですね。それの、まあ、紹介するとこ欄がありましたよね、項目が。まあ、どういうことかと言いますと、まあ、これ、一応振り返りを兼ねて、まあ、サンクスページってこういう内容だったと思うんですけど、お礼と、まあ、ダウンロード、あとメールが届いているかの確認。しかし、この一番下の方に、フロントエンド商品の案内、ご案内っていうのがあったと思うんですけど、はい。この項目をですね、ランニングページ、まあ、フロントエンド用のランニングページの完成に合わせて、ここも、はい。まあ、公開できる状態になったらですね、ここを記入して、まあ、編集しておいてください。で、この詳しく見るのところにですね、そのページの URL を指定すると。はい。このリンクのところで指定できるので、これで指定するといった形になります。はい。まあ、ここの編集だけ忘れずにですね、やっておいてください。はい。まあ、この、もし、ここを編集せずにですね、例えば広告をかけてしまったりとかですね、まあ、サイトの方にリード獲得ページを設置して登録があった時に、とかですね、このままになってしまうと非常にもったいないので、はい。そのようにしていただければと思います。はい。では、今回のこの動画は以上になります。